竹越正武は、尾張藩の五夫家老、美の今尾領の第五代領主、石川明町の四男。尾張藩不家老の竹越家とは別家の竹越、正時家の養子となり正時家を相続していたが、本家の精鋭が、法永六年一月十八日に死去したため、同年三月二十二日に後を継いだ。法永七年三月、将軍、家信に初めて拝越。 12月に、15位下山城を守るに助任。原文4年4月に、藩主、宗勝に従って、終わりに帰還。延教2年には、将軍代代わりに宗勝の名城として、江戸に登った。法暦9年12月8日に死去。正岳の長男、聖鳳は、家督相続前の原文5年に29歳で死去。官方元年に養子として、正義を迎えたが、 法暦3年に34歳で病没、結局終わり藩主、徳川宗勝の逸を、長期が養子となって、竹越家の家督を継いだ。終わり藩第4代藩主、徳川義道、第5代藩主、徳川五郎太、第6代藩主、徳川嗣友、第7代藩主、徳川宗春、第88八八代藩主、徳川宗勝時代の終わり藩五夫画郎。性質量は、 音響で身のこなしはよく寝れており、大変気配りのできた人物であったという。徳川五郎太が死去した翌日に、おじである松平道明が藩主になった宿の宴席を設けたことに対し道明の森役を出席しており、大義を重んじる人であった。政務に疎い次友に代わり、幕府の法令を遵守する政策をとっている。次友の弟である松平通春が、 終わり藩第七大藩主となると、宗春の政策をよく支え、終わり藩の繁栄をよく導いた。しかし、幕府からの圧力と朝廷の動きの板挟みに遭い、原文三年宗春が参勤交代で江戸に下ると、突如と、宗春世の法令の取り消しと、名古屋と岐阜町内及び各村へ多額の課税をし、藩内を騒然とさせて、宗春を追い込む。 宗張が隠居した際に、美濃高須藩第三代藩主、松平義厚を奉じ、終わり藩の危機を救った。宗張に関しては、隠居禁止とはいえ、名古屋城三の丸の三千坪のお屋敷を提供し、あとは七万五千坪を下屋敷に住んでもらうなど、心配りをした。宗張の一人娘偉い姫を球場家に嫁がせようと、したり、宗張の愛称である赤織の方を、 制裁のように偶したり、胸張への心配りも参見される。胸張院居後は、尾張藩の体制を、第六代藩主、徳川継友時代の質素倹約禁縮財政に、戻して幕府に準じさせた。実刑の石川正明は、尾張藩あろう。実刑の石川正友は、旗本に養子に行き、江戸町武行や、大目付、江戸城塞のマルルス巨などを歴任した幕閣。 正武の墓石のある正武寺に従した娘のマ子は、アリス川の宮職人親王に和歌を学び朝廷と深くつながっていた。後継ぎは、徳川宗勝の蜂を、正規。墓所は、岐阜県赤史室野の,の正武寺。ありがとうございます。